じゃあ、はい、クイズいきましょうか。いいですよ。問題はこちら。お、1996年の流行した略語チョベリバ、あ、何の略かを答えよう。ちょっと古すぎてわかんないな。全然わかんない。全然わかんないこれ。いや全然想像つかないんだけど、どうしよう。これ本当想像つきませんいや、エルミちゃん想像つきます。でもこれはあれですよ、はあ、あのやっぱり略語なんで、うん、何かをこう略してるんですよ。まあ絶対もその通りだねじゃあラフィンちゃんは、はい、どう。ラミーは210歳なんで、もう210年前から生きてるんで、この1996年とかもう最近ですよ、うんうん、あ、なるほど。じゃあもう正解を知っていると。そりゃもう、あ、なるほどなるほど。あれですよ。何これどっちだ。いや、これはあれですよ、チョイスベスト、はい、リバティバットリバティの意味知ってる知らない。何リバティは川あ、リバじゃなくてリバティも川なんだ多分違う安心場所は何でしょうか。これはそうだな、まあ、チョベは超、まあ、超で、ベリーは、ベリー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 ダンスお得意ですもんね。そう、超ベリーダンス、バランス、超ベリーダンスバランス、超ベリーダンスバランスダンスバランス。さあ、本当に大丈夫です。これ不正解ならちょっとランク下がりますよ。里芋になりますけど大丈夫ですか？超ベリーバットでお願いします。ナイスってことですね。え、逆。あ、そうか、ダメだってことか。そう。もう最悪、マジマンジみたいなことですね。なるほど、マイナスな感じなんですね。うんうんうん